老子道徳経、今日は第1部第9章ということで、こちらですね、紹介させていただく本は老子道徳経、トルストイ監修のものですね、はい、で今こちらに挙げております。はい、ではちょっと朗読をさせていただきますと、器に何かを満たすためには器をかすかに動くこともないようにしっかりと平らに支えなければならない、刃物を鋭利にするためには長く研磨し続けなければならない、家が金と宝石類で満たされるとき家をそっくりそのまま保存できない、名声を得て富を手にする者は尊大な人間になる、彼は犯罪に対する罪があることをたやすく忘れる、仕事が輝かしい成功を収め芳しい名前を手にするとき何よりもまず孤独のうちに身を引くがよい、これこそが天の道かっこもしくは自然の道であると、うん、偉そうにするなってことですかね。うん、まあなんとなくそんな感じですね。っていうので、いつもと同じようにこちら、うん、この第1部第9章をドリアン助川さんのこの本、バカボンのパパと読む老子、うん、こちらからですねドリアン助川さんの解釈 と、うん、バカボンのパパの解釈、うん、ではドリアン助川さんの方から、はい、溢れそうになっている器をこぼれないように両手で支えるのはやめた方がいい、剣の刃に焼きを入れて鋭くしても長く持つものではない、宝物がお堂に満ち溢れていてもそれらを守り続けることはできない、富んだ上に、まあ、富という字ですね、富んだ上に傲慢になれば自ら破滅に向かうようなものである、うん、成功したら身を退ける、うん、これが天の道であると。なるほど、はい、トルストイの方はだいぶ増えてましたね、うん、あの漢文のやつを読んでも、はい、自してこれを満たすは、うん、そのやめんにしかず、死してこれを鋭くするには長く保つべからず、筋力道に満つればこれをよく守るなく、風紀にしておごれば自らその咎を残す、こう遂げて身を退くは天の道なりとあってですね、だいぶトルストイさんは、はい、脚色した、脚色むしろ増えてましたね増えてますね。なるほど、ではバカボンのパパ、はい、溢れそうになるまで水の入ったバケツをこぼれないようにずっと持っていようとしたら手が痛くなるのだ、うんうんうん、そんなことはやめておいた方がいいのだ、うん、フォークとかナイフとか先っちょを刺さるぐらいに鋭くしても何度もご飯を食べているうちに丸まってくるのだ、うん、部屋を宝物でいっぱいにして喜んでいてもそれを取られないようにするには難しいのだ、お金持ちになって偉そうに街を歩いていたりすると自分から嫌われに行くようなものなのだ、破滅するのだ、そういうわけだから仕事で成功したらさっとその場を去るのだ、これが天の道理なのだ、タオなのだ、これでいいのだとなるほど、はい、まあ、これは政治家とかにも言えるんですかね、うん、まあ一般的にってことじゃないですか。要はあのえらく一時あの、うん、丸四角メガネの成田さんが叩かれたじゃないですか、はいはいはい、そのオバステヤマみたいな発言をして、はいはいはい、あれをまあそのままで受け取るんではなくて、うんうん、僕あれはなんて言うんでしょう、あの、うん、いつまでもそこに居座ってる、うん、老害を揶揄したものだと思ってるんですね。多分そういうことです、そういうことですよね、はい、あれを直接受け取って本当に死ねみたいな意味ではない言ってるわけないじゃんって思ってるんですけど、うん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 、まあ、そういうことなんですかね、うんうん、あで僕はなんか、いや、うん、その身を引けって言うじゃないですか、身を引けって名声を得た人は、うんうんうん、得てないんですよね、富も得てないんですよ、うん、あこれって多分もうなんか器をいっぱいに満たそうとして頑張るなとか、はい、こう刃先をこう一生懸命尖らせよう、はいはい、尖らせようとしても多分どんどんすぐ欠けるようになっちゃうしみたいな、はい、長続きそうやって一生懸命やってもまあ、富とか名声とか求めて一生懸命やってもそんなの長続きしないよみたいな、嫌われるだけだよと、そう
いう話だと思うんですよね。で本当にこうなんか名声とか残してもすぐ退くぐらいの方がちょうどいいんだよみたいな。まあじゃあまだ、我々は身を引かなくていいですね。はい、富も名声も何も得てない。富は名声を求めてないじゃないですか。とりあえず生きていくこと、まず第一目標は。そうですね、まあ、生きることで精一杯です今は。まずはこう、まあ、安定的に生きていくことみたいなのが。皆さん頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう、はいはい、という感じですかね、今日は老子、老子、はい、まあ老子的にはそんな話ですよね。そんな難しい解釈とかもなく。そうですね、あのまあこういうのをやり始めて、なんて言うんでしょう、もうお釈迦様も、老子も、なんか言ってることは、あの欲欲が苦しめてるよっていうことしか言ってないような気がしています。はい。